ロバート・ウィリアム・コーマーロバート・ウィリアム・コーマーはアメリカ合衆国の政治家。ベトナム戦争における和平工作の主要人物であり、市民の平定を目的とする革新のための市民行動委員会を組織した。イリノイ州シカゴにて誕生。ミズーリ州セントルイスにて育ち、ハーバード大学を卒業。第二次世界大戦時代は従軍し、1947年に 中央情報局に参加、国家安全保障会議職員として勤務し、幕上自バンディを補佐。バンディの退任後は、暫定的に後を継いで、国家安全保障担当補佐官代行を務めた。その後、コーマーは、ベトナム戦争の和平工作任務に就いた。コーマーはベトナムにおいて、フェニックス計画を指揮、中央情報局主導の作戦であり、 コーマーは後に2万587名の暗殺を自ら証言した。思想家ノーム・チョムスキーはフェニックス計画における死亡者数について反論し、コーマーの在任中に推定6万人が殺害されたと主張した。またチョムスキーはコーマーについて伝説的に非常に凶悪なタイプの冷戦の軍人ともみなした。 1968年12月から1969年5月まで在トルコ大使。1979年10月から1981年1月まで国防時間。ありがとうございます。